功労祭の戦いは、1865年に、三島省総主府沢県功労祭で行われた、ホルチン軍王センゲリンチン率いる新軍と、長高しゆ、新柱、大文孔、阪南地蔵らの率いる年軍との戦いである。センゲリンチン軍は、かつて、太平天国の理解かおる林法将の北伐軍を壊滅させ、年軍の名へ ハイリン軍を打ち破ったことがある新朝の精鋭部隊である。しかし軍機は乱れており、河北の民衆の恨みを買っていた。1864年12月、センゲリンチンは、翌朝久司令、聖保、福都等常おもねらを率いて、湖北省総洋に進撃したが、年軍により、水におびき寄せられ、久司令、栄宗保和を、福都等、ノブルリン保が戦死した。 センゲリンチンは激怒して、年軍を猛追した。3月29日、年軍が河南省から山東省に向かうと、センゲリンチン軍も追撃したが、あまりにも進軍が急であったため後方の補給部隊との切り離され、軍内には上と疲労が広まっていた。年軍は4月9日に山東省に入り、5月10日に大運河を溶かして、半県南のラカロに進んだ。 この時、千下林鎮軍は昼夜問わず、年軍を捜索していたが、見つけることができず疲労しきっていた。5月18日、千下林鎮軍は、功労祭に進んだが、年軍は、功労祭以北の村落に兵を埋伏させていた。正午に任柱引きる年軍が包囲して突撃した、ため、千下林鎮は、兵を三分して、これに当たらせた。翌朝だく、 林広く、副都とトロム部の騎兵隊と、総兵、鎮国隋、何だけ号の不評隊が、西寺、副都とと保、ウルトゥナスンの騎兵隊と総兵各法正の不評隊が、東寺、副都ふくとや、御徳六勝西の騎兵隊が中寺であった。長高市部、大文孔、任柱も、兵を三分して対抗した。年軍の西寺軍は敗退し、国 何立号は勝ちに乗じて追撃したが、年軍の中地の騎兵は、常星し矢を破り、西地軍と共に、鎮国髄、何立号を攻撃した。こうして二十時までに、千下林鎮軍は壊滅した。年軍は民衆を使って、溝を掘らせたため、千下林鎮軍の騎兵は溝を越えることが、できなかったのである。一方、年軍の騎兵は馬を降りて、 不評となって、千下ゲ鎮軍に襲いかかったため、7000人の、新軍は壊滅して、内閣学士の、全順、総兵の何立て号、非体しか契約が戦死した。千下ゲ鎮と少数の騎兵は、翌日夜に、北京を目指して逃れたが、小屋天の森林で年軍の兵士に発見され、殺害された。この戦いによって、新朝は、満州族、 モンゴル族からなる八機の精鋭軍を失った。センゲリン人の死後、直霊省、山東省、河南省の軍務は、祖国藩が取ることになり、新朝の軍権は、次第に祖国藩、李工省率いる、将軍、外軍のものとなっていった。ありがとうございます。